高松市の田町商店街の近くでは今朝7時半から警察官が出て交通指導取り締まりが行われ、自転車に乗った人に一時停止や左側通行をするよう呼びかけました。道路交通法の改正に伴い今年11月1日から自転車の運転中にスマートフォンを使用するいわゆるながらスマホと酒気帯びの罰則が強化されます。今朝の取り締まりでは路側帯の内側を右側通行したとして1人を検挙し、イヤホンをしていた人など20人に指導警告を行いました。基本的な交通ルールをしっかり守る、それと被害に遭った時のために乗車用ヘルメットを着用する、これを守っていただきたいと思います。また利用する人が増えている電動キックボードも香川県で今年2人が検挙されています。